はい、皆様こんばんは。10月の2日午後4時8分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日週明け月曜日、10月に入ってね、初めての月曜日でございます。皆様いかがお過ごしでございましょう。私この配信、収録かな、ニュースまで撮っていってからの、仕事の方にね向かっていって、で、終わってからねチャートをまあこう見ていこうかなというふうに思いますから、チャート分析の部分と、この重要ニュースのね、時間がちょっと何時間かずれていると思いますけれども、チャートの方はね新しいものがご用意されておりますので、よろしくお願いいたします。で、今ね皆様に見ていただいているのが、ビットマン TV の X の方になりまして、先ほどね、約1分前に、ポストをしたわけでございますけれども、ビットゲットさんのね、KCGI がただいま開催中でございます。で、昨日だったかな、昨日、一昨日あたりにね、アプリの方で、ビットゲットさんのアプリの方で、KCGI の項目が、消え散っている事態が起こっていたんですよ。で、本日見たらね、復活はしておりましたから、まあ、よかったよかったというところ、まあ、まだまだね、道のりは長いということでございますね。一応大会期間は、10月の30日まで、9月30日、から10月の30日までということでございますので、一緒にね肩を組んで、チームビットマン TV に、ビットマン TV AKA クリプトマフィアの方にご参加いただいた方、一緒に乗り切って頑張っていきましょうということで、よろしくお願いいたします。一応ね、チーム成績に関して言うと、収益額がね今回の大会ではランキングの対象としての見られ方になります。収益額でございます、チームとしたらね。ただ個人大会もね同時に開催しておりまして、まあ同時に多分ご参加している方が多いんじゃないかなというふうに思うんですけども、チームもそうだし、個人でもね大会に参加をするっていう方多いかなというふうに思いますけれども、個人の方は収益率でございます、チームの方は収益額でございます。ここはね、お間違いなきをよろしくお願いいたします。まあね、チームビットマン TV はとにもかくにもまあ1ヶ月間ありますから、徐々にね積み上げて、最後に大きな大輪の花を咲かしていきましょうということで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ご参加してくださった方、本当にねありがとうございます。まあね、進捗状況はちょこちょこね、お伝えしていきますので、お願いいたします。で、ビットゲットさんのねアカウントをもしお持ちでない方がいるんであれば、一応私のこちら X のね方にも貼っておりますビットマン TV のね専用リンクの方でございます。先物手数料が永久的に 30% 割引というような形がね適用されますので、よろしくお願いいたします。で、もしね X 使ってらっしゃらない方がいるんであれば、この動画の説明欄の方にも同じリンクがね貼ってありますので、もしよろしければご活用いただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、一番上の固定されたツイートの方、ちょっとごめんなさい、 X の方ね見ておきましょう。昨日から始まりました。何が始まったのか、勝手に始めるんじゃねえ、そして噛むんじゃねえということでね、ポイ活部というものが、発信されたというところでございますね。何でもかんでも部活つけりゃいいわけじゃねえんだぞお前っていう風にね、お叱りを受けるかもしれませんけれども、ここはまあエンタメ的な要素として楽しんでいただけたらと。で、まあね、ビットマン TV、これ皆様にねお伝えしていたわけでございますけれども、まあ、昨日かな、旅行に行ったりとか、クレジットカードでね、買い物をしたりとか、いろいろやっているわけでございますよ。だけれども、マイルをね貯めたことがないというところでございますね。マイルを貯めたことがないというところですから、ちょっとこうね、まあマイラーになってみようかなというところで、いろいろこう浅くっていたら、モッピーというね、ところが、まあ最大手みたいな感じになっているわけでございましょうか。だからここで、ちょっとポイントを貯めてね、マイルに変換していこうかなと思っていた矢先、実はね、それを皆様に配信の中でお伝えした後に、またさらに深掘っていろいろね調べていたら、なんと発見しました。何を発見したのか、このモッピーの中で、獲得できたポイント、そのポイントって仮想通貨に交換が可能らしいです。もうこれ冗談抜きで可能らしくて、一応ねここに写真で私がスクショをしてね、貼り付けているわけでございますけれども、ビットコインとかイーサリアムとかリップルとか、まあ言ってしまうと主要なね、暗号資産と、このモッピーの中で稼げるポイントが交換可能ですよというところでございますから、もしかしたらねちょっとした、まあ本当にリアルにですよ、お小遣い稼ぎにねなるかもしれないと。先に言っておきましょう、これは別に案件とかではないですから、私がね本当に趣味でやっているところで、なんでこれ皆さんにご案内してるかって言ったら、お一人様、私のこのコード入りリンク、こちらをね、ご利用いただいて、このモッピー登録していただいた方がいるんであれば、なんと私300ポイント入るというね、もう本当に自分の欲のためだけに動いているビットマン TV、 申し訳ございません、よろしくお願いいたします。ですから、まあ、もしね
ね、もしですよ、ポイ活ちょっとしてみようかなとか、この仮想通貨にね、交換ができるんだったらちょっとやってみようかなと思う方がいるんであれば、ぜひともビットマン TV の、こちらリンクをねご活用いただいたら私も嬉しい。皆様も仮想通貨が稼げる、ウィンウィンの関係がね、基礎からに成り立ってるんじゃないかなというところで、よろしくお願いいたします。もう半分ねこじつけみたいになっているわけでございますけれども、ちょっと私、仮想通貨というよりも私はマイルを、ちょっとマイルを真剣にね貯めていきたいなというところで、昨日もでしたし今日もね、いろんなところに資料請求をねガンガン行っておりました。そしたらねもうガンガンいろんなところから電話がかかってくるというね状況になっているんですけども、まあ興味がねあるものをちょっとこういじくって資料請求とかをしているんで、まあ電話がかかってきてもものね、まあ2、3分ぐらいで話は終わるんで、まあそれでね、モッピーポイント稼げたり、あとはまあ自分の知らないことも知れるからいいかなというふうに思っているわけでございますけれども、ぜひともね、まあそういったちょっとした、まあそこがね嫌だよっていうふうにね、言う方もいるかもしれませんけれども、それを乗り切ってこそのポイントじゃないんでございましょうか。よろしくお願いいたします。ポイントつかないんですかってね、モッピーには言いたくないでございます。よろしくお願いいたします。ぜひともね、皆さんもポイ活ライフをビットマン TV と一緒に過ごしてみませんか。よろしくお願いいたします。こちらのモッピーのこのリンクに関しても、実はね、もう私、そういったところはそつなくこなしますよ。この動画の説明欄の方に、このモッピーのリンクも貼っておりますから、ぜひとももう仮想通貨にね、関係ないって思ってたんですけど、いや、実は調べてみたら、いや、モッピーポイント、仮想通貨に関係があるから、まあ動画のね、説明欄の方にも貼っておいていいかなと思ったんで、まあ貼っているわけでございますよ。だから、調べてみたらね、意外と多いですよ、ポイント。高額案件っていうやつ。だから、例えば、ああいうやつ、不動産投資とかね、ああいったもので、新規登録をして、なんかこう面談をやって、まあ、例えばこれ、あれですよ、画面越しでウェブ面談みたいなのがあるじゃないですか。まあ、ああいったものも時間で言うと30分ぐらいだと思うんですよね。ですから、そういったものをこなしていけば、何万ポイントでもらえるんですよ。4万から5万ポイントとか、もらえたりするんで、そういった意味含めていくならばね、まあ、ほら、全然興味がないっていうわけじゃないんで、ビットマン TV もそういった、やったことないです。不動産投資とかやったことないんですけど、ほら、私の奥様が外国人じゃないですか。だから、その絡みでね、一回ちょっと聞いてみたことがあったんですよ、前。海外の不動産投資の状況ってどんな感じなんですかって、全然ほら、ポイントつかないんですかそのポイントじゃなくてね、このモッピーとかじゃなくて、普通にプライベートで、ちょっと連絡を取って聞いてみたことがあったんですよ。だから、そういった意味も含めると、日本のこうね、不動産投資の状況とかも、まあ、ある意味、こう分かって、さらに言うと、ポイントももらえて、さらに言うと、マイルももらえて、旅行にも行けて、こんなに嬉しいことねえんじゃねえかと、私、ビットマン TV ね、本当に思っております。ですから、今日の昼間とかもね、かなりね、北総園出ました。よろしく。もうやべえと、ね、ポイントが溜まりまくってやべえことになるかもしれん。これは、というふうな形で、もうね、今ね、モッピーライフをね、ぶっちゃけた話、楽しんでます。仮想通貨、ビットコインもね、昨日配信した後にね、バリーンと上がっていきましたよ。今日の今朝方、朝7時ぐらいだったかな。ね、2万8000ドルパーンと、一気に超えていった、いいタイミングで配信していったんじゃないのと、ね、10月、あげあげそば来るんじゃないのみたいなことをね、言っていたその何時間後かに、バーンと上がっていく。なんというタイミングマン TV。そういったところをね、皆様とやっぱり共有していきたい。ですから、もしかしたら、このモッピーに関してもね、何かしらのタイミングかもしれませんから、もうね、全面的にこじつけております。よろしくお願いいたします。それぐらいね、私、300ポイントが欲しいと、ポイントつかないんですかってね、本当に言いたいわけでございますよ。もらえなかったら確実にモッピーさんの運営の方に、そのメール送ります。ポイントつかないんですかというメールをね、間違いなく送らさせていただきますので、ぜひとも皆様、ご協力のほどよろしくお願いいたします。本当にね、ポイントが欲しいなというふうにね、今、切に願っているところ。まあね、そういったところだけじゃなくて、さっきも言ったように、いろんなね、情報ゲットできるっていう意味も含めて、まあいいかな。まあ、ビットマン TV はあんまりそういったところが、まあ連絡が来たりするところがね、苦にならないんですよ。ぶっちゃけ、そこまでね、そこまで苦にならないんですけれども、そこがね、まあ嫌だよって思う方もいるかもしれないけれども、やっぱりポイントには、変えられないです。ポイントには変えられないということでね、よろしくお願いします。この、モッピーポイントね、結構いろんな、ものに交換ができるっていうのを昨日し、このね、X した後に、配信した後にね、調べていろいろ分かったことがありました。仮想通貨もそうですけれども、ほら、楽天ポイントとか、あとは、現金にもね、交換できるんですよ。だから、楽天銀行とかね、ゆうちょ銀行に、そのポイントをもう、1ポイント1円で、現金で振り込むみたいな感じになってますから、いや、本当にね、リアルに、その、連絡が来ることさえ我慢ができれば、いや、本当リアルにお小遣い稼ぎにね、やっぱこれなるんじゃないかな、というふうに思いましたから、ちょっとそういったところも含めてね、どれくらいかな、まあ、半年、1年ぐらいで、何ポイントぐらいちょっと貯めれるのかっていうのを、ビットマン TV、身をもって
ってね、皆様に証明していこうかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。そういったところもね、ちょっとこう仮想通貨とは離れておりますけれども、そういったポイ活っていうんですか、ポイ活って結構稼げるんだなと、ちょっと我慢すれば意外と金額いくよねってね、ネットとかで調べたら、このモッピーポイント、モッピーでね、こうポイントを貯めている方がなんかこう40万ポイントを貯めましたとか、そういったものもね、ネットに上がってきておりましたから、だからかなり稼げる場にはね、やっぱりなってるんじゃないかなと。ただ一つだけ、もう我慢をしないといけないところは、まあ我慢をしましょうということでね、よろしくお願いいたします。まあね、これぐらいですよ。仮想通貨業界でボラティリティが激しい業界に皆様いらっしゃいますから、これぐらいのね、連絡ぐらいの我慢、へでもないですよね。よろしくお願いいたします。まあとにもかくにも使っていただけたらね、私に300ポイントが入ってくるということで、ぜひとも皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあね、本当に冗談抜きでどれぐらいのポイントが溜まっていくのかっていうのをね、ちょっとこう試しにやってみますから、ここね、交互期待で楽しみにお待ちください。まあこういったのはね、ビトマケビ思うんですよ。確かにほらね、情報として結構流れてるじゃないですか、ポイ活ってね。やっぱ聞いたことある方もたくさんいると思うんですよ。で、お小遣い稼ぎサイトとか、聞いたことある方いらっしゃると思うんですけど、実際ほら腰が重いでしょ皆さん。なかなかやりづらいとか、なんか登録するのがめんどくさいとか。ただね、稼ぎたいなら、そういったところを我慢しないといけない時もやっぱりあるよねっていうふうにね、本当にビットマンテビこれ思ってるんですよ。で、聞いた日が吉日ってね、気づいた時にもうすぐ重い腰を上げていかないと、いつまであれたってもね、ことが進まないと。だから、これね、本当に配信で聞いた方、チャンスかもしれませんよ。本当によろしくお願いいたします。はい、行きましょう。話戻りますけれどもね、ごめんなさい、この話、モッピーの話の流れからまた話戻りますけれども、ビットゲットさんね、KCGI の項目回復しておりますからね、ぜひとも見てみてください。よろしくお願いいたします。はい、で、行きましょう。今日の内容、重要ニュース、お一つでございます。まだ時間が早いのでね、あまり、面白そうなものがなかった、個別のアルトコイン、リップルに関する話がね、出てきておりましたから、一応注意しておきましょう。はい、行きまーす。リップルの10億 XRP がロック解除されるということで、どのような影響があるかということですね。定期的にね、XRP ロック解除しておりますけれども、それがまた起こるよということ、行きましょう。アメリカを拠点とするクロスボーダー決済企業であるリップル社は、エスクローから10億 XRP のロックを解除して、トークンの価格推移と流通供給に影響を与える可能性があることが明らかになったと。まあ、下落のね、要因になるかもしれないということですね。で、ホエールアラートのデータによると、リップルのエスクローとして知られる、2つの個別のウォレットからの3つの取引によって、合計10億 XRP コインのロックがね、解除されたことが明らかになったとのことと。で、アンロックされたのは4億 XRP、次いで1億 XRP、そして最後に5億 XRP で、言ってしまうと10億 XRP がね、アンロックされたと。で、現在の市場価格で言うとこを言うと、5億1460万ドル。だいたい日本円で21億円から22億円ぐらいの、量がアンロックされました。ってことですね。で、この動きは、XRP の将来が不透明であり、XRP にとって重要な時期に来ており、XRP は先週、より広い、仮想通貨市場とともに、いくつかのポジティブなね、動きを見せているが、次の強気な動きについては、懸念が残っていますと。で、エスクロー解除前後には下落をした例もあります。ってことですね。いきまーす。このロック解除プロセスは、55ヶ月かけて、だからここが今までもずっとね、続けていたところ。55ヶ月かけて、550億 XRP トークンを徐々にリリースするという、リップル社の計画の一部ですと。で、そのうちのだから、ね、今回は10億リップルが、ってことですね。で、同社は毎月のリリースは、流動性を高めることを意図していると主張していますと。しかし、流通に新しいコインの重要な流入を、導入し、需要が追いつくのに苦労をして、潜在的に価格にね、下降圧力をかけることになると見られており、過去のデータでは、エスクロー解除の前後に価格が下落した例がありますと。まあ、今はね、ちょっと力強くバッと伸びている 0.52 ドルぐらいをね、今推移しているわけでございますけども、一応注意しておかなきゃいけないと。で、そのためリップル社は、新しいトークンが市場に参入することに、入ってくることによって、引き起こされる潜在的な売り圧力を緩和するための対策を実施しておって、トークンのロック解除後、同社は通常、リリースされたトークンの約 80% をね、さらにエスクローに戻して、即時の売り圧力を軽減するというと。だから、言ってしまうと、10億 XRP 放出されたんだけれども、そのうちの8億、XRP をまた元に戻すっていうことでございましょうか。で、また、リップル社の意図は、残りのトークンのロックをね、解除する期間を延長することだが、毎月のエスクローメカニズムは歴史的に、特に XRP への関心が低い時期に、大幅な価格下落にね、繋がっていると。やっぱりこうね、関心が低い時っていうのは、
まあこのね、アンロックっていうのが、まあ売り圧になって売りが売りを呼んでみたいな感じ。まあ関心が高い時はね、落ちてきたら買っていこうという意欲の方が多いと思いますから、そこまでの価格下落にはまあ繋がっていかないんでございましょうと。で、いきましょう。例えば、2023年6月には、リップル社によるエスクロー解除イベントの後、クジラが約1億2000万 XRP をね、まあ売りに出したと。で、大きな売り越しが発生をしており、リップル社による最近の10億 XRP コインのロック解除は、トークンの価格と供給力に影響を与える可能性があるとのことってことですね。で、トークン利用の可能性が高まると、供給が需要を上回るため、はい、しばしば価格の下落につながると言われていると。で、リップル社は定期的なートークンのリリースを通じて流動性を高めることを目指しているが、この戦略は売り圧力も生み出すと警戒をされていますと。で、市場が次のブルランを待ち、まあ、強気相場をね、待って、リップルの将来が展開される中、はい、XRP の価格には不確実性が今広がっているため、投資家は注意を払い、あらゆる投資決定に関連する固有のね、リスクを慎重に検討する必要があります。ということでございます。まあ、とにもかくにも、XRP10 億円XRP がね、市場に、まあ、流れていったと。でも、そのうちの8億 XRP はまた、これ、アンロック、あ、ごめんなさい、ロックされるっていうことでいいんでございましょうかね。だから、まあ、毎月毎月ね、こういった計画があるんで、まあ、話題がね、こう出てくるのはしょうがないんでございますけれども、まあ、一旦の売り圧にはね、注意しておきましょうということで、よろしくお願いいたします。で、ちなみにね、あれですよ、トレードとかね、こういった相場に入ってくる方が、ブルとかね、ベアとか言うじゃないですか。基本的にブルっていうのは、ブル相場っていうのは、まあ、言ってしまうと強気相場。うん。ベア相場、ベアっていうのはね、いわゆる弱気相場ってこと、まあ、クマですよ。で、これ、なんでブルが強気で、ベアが弱気なのかって、これ知らない方意外といたりします？これ、最後言いましょうか。なんかいたりするのかなと思ったんで、ちょっと言いましょう。ブルっていうのはほら、牛でしょ？牛ってほら、ね、角を下から上にグーンってこう突き上げるじゃないですか。角をガーンってね。だから、強気相場ってこと。で、ベアっていうのは、クマ。つまりクマっていうのは、ね、立って、上から下にグーンとね、手をこう振り下ろすじゃないですか。ね、クマっていうのはこうガッと振り下ろすでしょ。ですから、下落相場というふうにね、これ言われているわけでございます。もしね、知らない方がいるんであれば、こういったね、ちょっとした、こう知識も、入れながら、モッピーにね、登録よろしくお願いいたします。よろしくお願い。お前は本当に300ポイントのために一生懸命喋ってんだと、そういうところでございますので、よろしくお願いいたします。はい、申し訳ございませんね。それでは本日のご案内、そして重要ニュースは以上となります。はい、そして行きましょう。本日の、チャートブレーキ、パパプー、パパプー、パパプー。よろしくお願いいたします。お願いいたします。それでは一旦 2,3 時間時飛ばし、はい、それでは再開していきたいと思います。先ほどね、自宅に戻ってきました。いそいそと準備を行って、チャート分析ね、行きたいなというふうに思います。皆様よろしくお願いいたします。チャートは、ビットコイン、イーサリアム、連日ですね、 XRP 見ておきましょう。そして、同時コインですよね。やっぱりこうね、 X の決済通貨になるかもなみたいなことを言われておりますけれども、どうなっていくことやらと、チャート的にはね、そして最後締めくるのはイーサリアムクラシック。イーサリアムクラシックでね、行きたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。では行きましょう。行っちゃいましょう。はい。まずはビットコインですね。行きまーす。ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が28,000、まあ300ドル付近をね、推移しているような状況でございます。今ね、足で見るとね、短期の移動平均線上に乗っかっていい形なんでございますよ。月足も特に上をね、今の段階では遮るようなものがないということで、あとはピンクのね、この岩盤帯のチャレンジに入っていくのか、どうか、つまり 28,000、まあ、700ドルあたりをね、まあ、超えていくのかどうかっていうのが、まあ、一つ焦点にはなってくるのかなというふうに思う。だから、27,000 ドル付近での、一つ上値目処ですよね。 28,100 から200ドルっていうふうに言っていたと思うんですけども、それはなんとかもう今ね、達成をしたというところ。ただ今ね、上げきらない一つの要因が日足ですよね。日足の 200MA、 この赤い長期の移動平均線がね、やっぱりこう売り圧ポイントに一つ、まあ、薄くでしょうけれどもかかっていると。だからここをなんとかね、日足実体で抜け切ることができれば、もう一段上、先ほど言ったように 28,700 ドルから、まあどうでございましょうか、切り板のね、まあ 29,000 ドル付近まで、ググッと上がってこれるようなね、力が一旦もう一回、まあいわゆるショートスクイーズ的なものを巻き込んで、上昇してくる可能性があるんじゃないかなというふうには思うところでございます。だからまあ今の段階で言うと、月足も特に上をね、遮るものがないですし、週足に関してもね、短期の移動平均線が下支えをね、まあなんとか行っているような状況かなというふうに思いますので、あと一つクリアしたいのが、何でも言ってあれなんでございますけれども、日足のね、長期の移動平均線、ここを、クリアした状況で日足を確定してくれれば、もう一段上、ちょっとね、やっぱりこう弱気派の方々が、まあ、いわゆるショートインをね、している方々がもうちょっと乗っかってしまったからということで、損切りに入ってね、もう一段上っていうところがある可能性がありますので、ここは期待をねしていきたいところでございましょう。ただ
直上ですよ。さっきから言っているように28,700ドルから、まあ、霧の29,000ドルあたりっていうのは、やっぱり最終的に、ショート、まあ、弱気派の方々がね、やっぱ積みやすいところかなというふうに思う。だから、そこをどうやってこなしていくのかどうか。で、ロングインをするんであれば、一旦上にバッとね、抜けていってから、もう一度ね、まあ、このフェーズですよ。言ってしまうと、今年の7月あたりに結構ね、このピンクの岩盤のサポート付近で耐え切っていた側面もありましたから、もう一度この28,700ドルあたりを、サポート転換していると、確認ができてね、短期の移動平均線が冷やしレベルでぐーっと追いついてきたから、ポンとね、上に抜けていくっていう、まあ、動きもね、当然想定がされると思いますので、まあ、ロングインをしたいのであれば、まあ、もし落ちてこずに、そのままロングで入っていきたいなと思うんであれば、28,700 ドルを超えた後の、その後のレジスタンスをね、逆にサポート転換していると、状況で、ローソク足をね、まあ、言ってしまうと、下髭を伸ばして確定させているような状況が見ていけるんであれば、当然、年初来高値の31,800ドルから、まあ、32,000ドルっていうところをね、目指して、さらに上昇していくっていう可能性がありますので、ここはね、期待をしていきたいところでございましょう。今はね、まあ、どうでございましょうか。なかなかね、ロングもそうですし、ちょっとこう、ショートもね、なんかこう、入れにくいようなところ、なんかこう、上にも抜けそうだし、なんかロングもね、そう、この200の MA が邪魔をして、日足の長期の移動平均線が邪魔をして、下にね、落とされそうだしというところで、ちょっと今の段階では、ロングポジションも、ちょっとショートポジションもね、取れないような状況にはなっている方、多いんじゃないかなというふうに思うんですよ。だから、もう一回ね、動き出しを待ってみて、まあ、今回のフェーズで言うならば、やっぱりこうね、年初来高値から引っ張ったこのトレンドラインを上にブレイクしていった時がね、やっぱりこうビッグチャンス、27,000ドルあたりをつけていった時が、やっぱりこう大きなチャンスだったわけでございますよ。だから、そこでロングインをした方はね、この上昇が取れているかなというふうに思うんでございますけれども、ここまでもう上がってきてしまったので、このフェーズとしては一旦、ちょっと短時間かもしれませんけれども、ちょっと終わりな感がね、今いたしておりますから、次の動き出しっていうところを、こう注意しながら、トレード戦略練っていくのがいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、もしね、落ちてくるんであれば、どうでございましょうか。一旦ね、トップをつけていた、まあ、27,500ドルあたり、このあたりっていうのがね、一つ、サポートとして入ってくるかどうか。で、まあ、そこに落ちてくる前に、まあ、いわゆる調整レベルで落ちてくる前に、短期の移動平均線がぐーっと上がってくれば、逆にね、その27,500に行き着く前にサポートが入って、もう一回上をね、試してくるっていう状況もあると思いますから、ちょっと今ね、これ、一気に急騰していったので、ちょっと隙間が空いてるんですよ。ですから、そういったところも加味するならば、一旦の調整っていうところもね、当然考えられますから、下に落ちてくるんであれば、まあ、27,500 ドルあたりから、反発上昇狙いでロングインをする方が、一つ考えてる方多いんじゃないかなと。で、下がってこずに上に上がってくるんであれば、もうさっき言ったように28,700ドルを、抵抗として機能していたところがあったので、それを上にブレイクしていって、もう一回サポート転換していってからロングインをして、ピンクの岩盤の上端値を狙っていく。ここをね、考えているロンガー勢の方々、まあ、2パターンなんじゃないかな、というふうに思いますので、そこの2つのね、価格、一応ね、意識はしておいてください。よろしくお願いいたします。はい、で、次行きましょう、次行きましょう。次はこちら、行きます、行っちゃいます。ビットコインがキングなら、イーサリアムクイーンでございます。キモ、よろしくお願いいたします。お願いいたします。いきまーす。はーい。イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格がとうとう抜けましたね。1730ドル付近をね、推移しているような状況でございます。OK でございましょうか。ちょっとごめんなさいね。ペンが落ちました。で、今ね、なんとか、この日足でね、まあ、確認できるところあると思いますけれども、この赤いね、まあ、レジスタンスとして機能してくるんじゃないかというところの、ライン上にもう今バチッと乗っかっているような状況。ただ、まあ、ビットコインもそうですけれども、イーサリアムも、日足の長期の移動平均がね、1770ドルあたりで待ち構えてるんですよ。で、あとは日足の雲の上端値っていうところもやっぱり邪魔になるという側面があって、今なかなかね、上が窮屈なところだから、まあ、1770ドルを実体明確に上にブレイクしていけば、この下落の平行チャンネル、はい、長い間作られておりました下落の平行チャンネルのね、まあ、言ってしまうとレジスタンスライン1920ドルあたりまでぐっとね上昇してこれる可能性があるよというのは一つねお伝えさせてください。 OK でございましょうか。ただ、まあ、そこに行き着くまでに、まあ、日足もそうなんですけども、週足もここね、短期の移動平均線がちょうど1700ドル、1780ドルあたりかな。だいたいその日足の長期の移動平均線と被るような、ね、位置にいますし、今ね、実態として押されているのは月足の長、短期の移動平均もね、ちょうど今の、上髭の、部分、まあ、1760ドルあたりにいますから、だから結構、月足もそうですし、週足もそうですし、日足もそうなんですけども、邪魔になるものが、とにもかくにも1700ドル後半で結構詰まってるんですよ。だから、どの時間軸を見ている人にとっても、その1700ドル後半っていうのはね、やっぱりこう手締まいにしてもそうですし、ね、なかなか抜けきらないということで、ショートインをする方もやっぱり多いんじゃないかなというところ。だから、そういった意味も含めると、一番上の、まあ、1770で言いましたけれども、まあ、1780ドルあたりをね、明確に抜けていけば、それこそ、日足、週足、あとは月足のね、まあ、邪魔になっているラインっていうのをオールクリアするような状況になりますから、まあ、でも、月足とか週足はね、やっぱりまだ確定するのはまだ時間がかかると思いますから、それこそね、短期トレードをしていくんであれば、やっぱ日足っていうところがやっぱりメインになってくるかなというふうに思いますけれども、一応1780ドルあたり、この後半っていうところをね、一応注視
しておいてください。よろしくお願いいたします。でこれ前々から言ってるんですけど、やっぱりそのね3本の邪魔になるラインっていうのがねやっぱり億劫なところもあると思いますから、今はまあとにもかくにもショートインのね一つチャンスね位置にはなってるんじゃないかなと。逆に1780を抜けていっちゃったら、この下落平行チャンネルの、上端1920をねやっぱり試しに来る可能性がありますから、ショートインをするんであれば1780を抜けてしまったら、まあ切りの1800を抜けたらね損切りしていくっていう形で、ショートインがちょっとこう上値を抑えている主要ライン多いので優勢かなというところがあります。ビットマン的にはそう思っているところですから、一つね、イースラエムでトレードしようかなと、ロングショートどっちにしようかなと思っている方は、一つショートインがね、まあありよりのありかなというふうにはね思っているところでございますから、ここはねよろしくお願いいたします。まあ上昇の勢いは強いですけれども、上をね抑えているところも間違いなく存在しているということで、一つねそこは、注意しておいてください。はい、で次行きます。次はこちら行きます、行っちゃいます。皆様の大好きなアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。いや、お願いいたします。いきまーす。はい。リップルなんでございますけれども、昨日もね、言ったかなというふうに思いますけれども、ただいまの価格が 0.522 ドル付近をね、推移しているような状況でございます。月足に関してはね、ものすごくね、いい状況が出ている。急騰からの、ほぼほぼ全戻しの急落からの、まあ、言ってしまうとね、小回しをつけて、からの、まあ、十字線をね、作成してからの、今月陽線、を作り出しているということで、一旦のね、この大幅下落の、もう売りもね、ほぼほぼ解消していったんじゃないかなというところで、ちょっと上昇にはやっぱり期待していきたいところ、月足の短期中期の移動平均線上にもしっかりとね乗っているような状況でございますから、これはね形として、半値戻しは前値戻しっていうぐらいでございましょうから、もう 0.6 ドルあたりとかを本当超えていくと、0.7 とかね、それこそ頭を押さえつけられているこの黒いトレンドライン、0.85 ドルあたりかな、今で言うとね、そのあたりへのアタックにはやっぱりこう期待をしていきたいところなんですけれども、まあ、どうなることやらと。月足は上値はねある程度軽くなっている側面もありますが、週足がちょっとね邪魔な億劫なところがある。やっぱり、今の価格の直上に、雲の上端、短期、200EMA 長期の移動平均、あとは 0.55 ドルという結構長い時間でね、レジスタンスラインとなっていたラインもやっぱり存在しているし、この 0.55 ドル付近で短期の週足短期の移動平均が被ってるんで、それを加味するならば一旦グッと上がってきたとしても抵抗に合う可能性がやっぱりあるかなと。 0.55 ドル付近でそれを加味するならば 0.55 を明確に抜けていってからのね、やっぱりロングインが一つ理想形かなというふうに思いますので、そこは特に短期でねトレードをする方はね注意しておいてください。よろしくお願いいたします。月足はね、ちょっとこう上昇への、なんかこうね初動になりそうな感じもする。一旦のこうね、まあ大幅下落をこなしてから、まあかなりね全戻しで下落はしてきたんですけども、その売り圧をねなんとかこなして、安値はなんとかもう安値もね切り上げておりますからね、安値を切り上げて話が進んでおりますから、ここからもう一回ねチャートを作り上げて上への上昇していきたいところだけれども、 0.55 を抜けていってからね短期トレードのをする方々は、まあ、入っていくべきかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、で次行きましょう。次は同時コインをね見ていきたいなというふうに思いますよ。行きます。同時コインなんですけれども、ただいまの価格が 0.0634 ドル、この緑のね、値が今同時コインの価格になっております。で、ただいまねこう週足で見ているんですけれども、かなりね 0.054 ドルっていうのがサポートラインとして、水平のサポートラインとしてねかなり固く機能しているようなところ。ただ、安値はねグリーンと切り下げておりますので、まあ長期間的なね形で言うならば、安値行って高値切り下げのディセンディングトライアングル、こういった形のねディセトラ形成中という形になっているところで、あとはまあディセトラもそうなんですけど、まあ週足でねもう各移動平均線が上を覆いかぶさってますし、もう週足雲もね上に覆いかぶさっているところ、0.11ドルというこの黄色のラインをね抜けていけば結構上がね開けてくるような状況になりますので、まあ一つどうでございましょう、上が開けてから入っていこうかなと思う方は 0.11 ドルを抜けてからのねロングインで上昇を狙っていく、 0.2 ドル付近、まあ直近高値かな、ここはやっぱり一つ抵抗としては当然意識されてくるでしょうから、 0.11 ドルから0.15 から0.16 ドルというこのフェーズをね一つ狙っていくっていうのは、まあ短期的な、まあある程度の短期的なトレードとしてはありかなというふうに思いますので、ここは一つ意識しておいてください。この 0.16 ドルっていうのは、そうですよね、まあ今年の、ごめんなさい、去年の5月あたりにつけていた高値、これも実態として押されている、ヒゲでは抜けたんですけどね、実態として押されているところを、やっぱりこうレジスタンスとして機能している側面もあると思いますし、あとはやっぱ週足の黒ですよね、意外とこれ効いちゃってるし、この長期の移動平均もかなり効
機能しているんですよね。ちょっと被っていたんで、それも含めての 0.16 ドル抵抗というところがやっぱあると思いますから、まあ、0.11 を抜けていけばね、まあ、直近の高値のこの部分での利益確定考えてらっしゃる方も多いかなというふうに思いますので、短期的にはこの黄色から青のフェーズ 0.11 から 0.16 を狙っていくっていうのがね、この同時コインに関してはいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 0.16 ドル抜けていけばね、実態として抜けていけば、それこそね、もう安値ぐーっと固定で値打ち固めておりましたから、それこそチャートをもう一回作り上げてぐーっとね、上昇のフェーズに入っていく 0.35 であるとか 0.4 ドルであるとかね、このあたりを目指しながら、目指していくようなね、上昇に期待が持てるかなというふうに思いますので、いろいろね、あの価格散らばってはおりますけれども、いろいろ注意しながらね、トレードしてみてください。もうこれ月足で見ておりますけれども、月足レベルでもね、なんかこうもう同時コインは 0.054 ドルみたいなね、こう意識がついているのはわかると思うんですよ。だから、まあ、もしですよ、現物でその同時コインが X の決済の採用通貨になるんじゃないかと、今後、まあ、可能性は高いっちゃ高いと思うんですよ。可能性はね、高いかなというふうに思います。決済手段として仮想通貨を受け入れていくんであれば、まあ、同時コインが、まあ、意の一番に名前上がってくるんじゃないかなというふうに思います。だからちょっとそういったところを期待しながら、かなりね、硬さが 0.054 ドルで出ているというところを加味すると、ちょっと現物での購入で仕込んでいく、仕込んでおくっていうのも一つありかなというふうに思いますので、現物を購入する方は別に今の値打ちでね、ある程度、まあ、フルぶち込むじゃなくて、ある程度ね、まあ、玉をちょっとこう購入していくっていうのはありよりのありかなというふうに思う。ただ、あの、先物関係をね、手をつける方は、ちょっとこうね、上が億劫な側面がありますから、0.11 を抜けた後がいいですよ、というのはね、お伝えさせてください。はい、で、次行きましょう、次行きましょう。今日は最後ですね、イーサリアムクラシックをね、見ていきたいな、というふうに思います。行きましょう。イーサリアムクラシックなんですけれども、ただいまの価格が、16.73 ドル付近をね、推移しているような状況。で、これ、一時はね、新メトリカルトライアングル、まあ、いわゆる、通常の三角持ち合い、高値切り下げで、安値が切り上げの、通常の三角持ち合いをね、ぐーっと作っていたんですけども、それを一旦下に割れ込んじゃったんですよ。ですからここからね、大きな下落がバリッともしかしたら来るかもなーというふうに思ってたんですけども、このシンメトリカルトライアングルからの、まあ言ってしまうとね、この下髭見ていただいたら分かる通り、ここですよね、去年の6月13の週であるとか、あとは今年の6月、そして、8月というところで下髭を伸ばして、なんとかね、実態として、うん、支えが入っている。で、そこでちょっと修正をしていきたいんですけれども、ディセンディングトライアングルですよね、かなり強固な水平サポートラインとして、まあドルベースでいくならば13ドルあたりっていうのがかなり意識されている。だからディセンディングトライアングル形成の方にね、人々の意識は傾いているんじゃないかなというところで、ここは一つチャート形状を、修正をさせてください。ただ今これね、ディセトラを上に抜けたとしても、週足であるとか長期の赤い移動平均であるとか雲であるとか、そういったものがね、結構すべて覆いかぶさっているんで、結構ね、抜けたとしても上値が重い状況が多分続いてくると思うんですよ。それを加味していくならば、やっぱりここかな、36ドルあたりを上にブレイクしていってから、まあ、36ドルあたりっていうのは結構引き目で見たらある程度ね、まあ、サポートとして、もともとレジスタンスラインとして機能していて、上にブレイクして大幅下落からのサポートとして機能していたラインでございます。ですからこのね、一番下の赤いラインの36ドルを超えていけばね、すべての邪魔になるような週足レベルでですよ、邪魔になるようなものがなくなるので、上を目指していくような、目指せるような展開が出てくるんじゃないかなというところで、FX 関係、先物関係をやる方はね、36ドルを超えてからっていうのは一つ、押さえておいてください。ただまあどうでしょう、日足も特にね、あの邪魔になるようなものがね、まあ、週足だけなんですよ、ちょっと億劫なところがね。だから一時のグッとした上昇だから、どうでしょうか、17から16ドルあたりからの、まあ一時ね、20ドルとかこのあたりを上のひげを伸ばしてつけてくるっていう可能性はあると思いますけども、これぐらいね、週足で密集してるとすんなりバンバンバーっていけるようには到底ビットマティビ思えないので、やっぱりそれ加味するならばね、あの先物関係やる方ってかなりストレスが溜まると思うんですよ。だからそういった意味も含めると、やっぱ36ドル、まあ少なくともここ、まあ週足雲30ドルという切り場を抜けてから入っていくっていうのは戦略として押さえておくべきかなというふうに思います。少なくとも30ドル、まあ余裕を見たいなら36を超えてからのちょっとした上昇を取っていくっていう形でね、見ていくのがいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。とにもかくにもチャート形状が、普通の三角持ち合いから、ディセンディングトライアングルの方向にね、移行はしている、下割れがセオリーですから、そこを注意しながらね、ちょっと見ておきましょうということで、よろしくお願いいたします。イーサリアムは上がってきているけれども、イーサリアムクラシックがちょっと上がってきていないんで、これがどういった形でね、作用してくるのか、もしかしたらグッと、イーサリアムに釣られて上昇してくるっていう側面、まあ時間差でですよ、ある可能性もありますから、一応ね、注目注意をねしておいてください。よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の配信は以上となります。またまた皆様、次の配信でお会いしましょう。では。